これはね、玉ねぎがあればすぐできる酢豚です。ではね、いただきたいかなと思いますけどね。うん、確かにこう玉ねぎをね3つも入れたんですけども、なかなかいい味でして、うん、こう玉ねぎの甘さが染み込んでて、こう味がいいですね。うん。確かに鶏肉の酢豚の味わいが。本当。玉ねぎでよく合ってて。うん、おいしい味わいですね。でこの、うん、酢豚の味わいと、うん、玉ねぎの美味しかった、辛さがよく合っててね、うん、なかなかのいい味わいだなと思いますね。でこう、うん、全体的に甘さとかが伝わって、でタケノコの柔らかちょっと硬めのね感じだとか、そういったところも非常によく出ていて、なかなかにね美味しい味わいではないかなと思いました。どうもありがとうございました。